こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人のボトムスの裾の長さ正解はどれだというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。ボトムスというのはファッションの中でもそんなに目立つ箇所ではないかなと思うんですね。実際僕もですね、今ボトムス見えてないかなと思うんですが、人とお話をする際にやはり顔周りは重要なんですけども、ボトムスって意外と見えづらい箇所ではあるかなと思うんですが、おしゃれが好きな人ほど結構ボトムスにこだわりを持っていたりして、それなりにですねボトムスの果たす役割って大きいのかなと思っています。そしてボトムスにおいてすごく重要な箇所いくつかあるんですが、その中でも結構多くの方が悩んでいるところが裾の長さかなと思うんですね。僕なんかもそうなんですが、身長が高くなくて、なおかつ足も長くないので、そうなるとですね、必ずボトムスを買うと裾上げをしなくちゃいけないんですね。そうなると、どれぐらいの長さが適正なのか、ここに悩んでる男性が非常に多いわけですね。もちろん丈の長さにもベーシックな長さみたいなものがあって、それを選んでおけば間違いがないんですが、そもそもどの長さがベーシックなのか、定番なのか、それもわからないかなと思いますし、あとはですね、裾の長さって結構トレンドみたいなものも大きくですね、関わってくる部分なんですね。1年2年で大きく変わるものではないんですが、緩やかに旬な長さみたいなものも変わっていて、皆さんが当たり前だと思ってやっている長さが古臭くなってたりだとか、今はちょっと時代に合わなくなってたりだとか、そういったことも少なくないかなと思うので、現在において適正な長さはですね、どのあたりなのか、このあたりを写真ですとか図を使いながら、なるべくわかりやすく丁寧に皆さんに解説をしていきたいなと思ってます。そして適正の丈の長さというのは、人によっても変わってくるんですね。皆さんがどれぐらいですね、トレンド感を取り入れたいのか、旬な着こなしをしたいのか、そのあたりもですね、丈の長さと大きな関わりがありますので、今回の動画を見ていただければ、皆さんがどのような丈に仕上げればいいのか、ここがしっかりとわかるようになりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、このような形で僕のチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。理想を言えばメンズファッション系 YouTube の中で一番わかりやすいような動画を作りたいなと思ってますので、ぜひまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に丈の長さについて写真だとか図を使いながら皆さんに解説をしたいなと思ってます。お得意の iPad を持ってきましたので、僕のメモしたものをですね、こちらに表示をさせながら展開をしていきたいなというふうに思っています。こちらを見ていただきますと、まあ、ボトムスの丈の長さにはですね、トレンドがやはり反映されるんですね。とは言っても、1、2年で大きく変わるものではなくて、だいたい3年から4年、5年ぐらいをかけながら、緩やかにですね、トレンドだとか旬な感じが変わってくるんですね。そのあたりをですね、しっかりと理解しながら、裾上げをしていただくとですね、大人の男性もですね、スマートに見せやすいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。下の図を見ていただきたいんですが、こちらの図はですね、横軸だけになっているんですが、左に行くと丈の長さは短くなっていまして、右に行けば行くほど長くなるという形で、真ん中がいわゆる普通という形ですね。まあこういった形で、その長さにもですね、様々な仕上げ方があるんですが、一番ベーシックと呼べるような部分っていうのはですね、真ん中ですね、普通と書いてありますが、ハーフクッションと呼ばれるような長さかなというふうに思っています。これは写真を見ていただきたいんですが、ボトムスが靴の上に軽く乗っかって、たわみが少しできている状態をハーフクッションと言うんですね。これはですね、主にスーツスタイルの時なんかによく出てくるんですけども、ハーフクッションというのはそこまで時代に大きく左右されずに、ベーシックで使いやすい長さかなと思ってるんですね。ですので結論から言うと、このハーフクッションというのが大人の男性がボトムスを仕上げる際にまず間違いのないポイントかなと思っています。ただこの長さが万人にとっておすすめというわけではなくて、好みがやっぱりあるわけなので、それを理解しながらどのあたりがいいのかを皆さんには判断していただきたいんですね。続いて短めというところを見ていただきたいんですが、今からですね、5年ぐらい前だと結構短めの丈が流行ったりしたんですね。くるぶしがしっかりと見えるような8分丈未満のような丈の長さ、このあたりがトレンドだった時期があるんですね。こうなるとですね、ボトムスと靴の間に肌が見えるような状態になってまして、ここがですね、ちょっとした抜け感になっておしゃれに見えてたという時期があるんですが、これ未だにやってる方結構少なくないかなと思いますし、すごい時代遅れというわけではないんですが、完全に旬は過ぎていて、
ちょっとですね、場合によっては古臭く感じるかなと思っています。特にくるぶしが見える分量が多くなればなるほどちょっと古い感じがするので、ここは注意が必要かなと思っています。今ですね、こちらに写している写真なんですが、今から3、4年ぐらい前にですね、僕の書籍の中で使った写真なんですね。これもですね、丈感としては、くぶ丈よりも少し短いぐらいかなと思うんですね。すっきりしてこれはこれでいいかなと思うんですが、今から見るとちょっと短いかなという感じがするんですね。もうちょい長い方が僕はですね、今の時代感に合うかなと思うので、丈の長さ、短くしすぎるのはちょっと個人的にはですね、今は旬じゃないので、避けておいた方がいいんじゃないのかなと思っています。そして続いて見ていただきたいのは、短めと普通の間ぐらいにあるノークッションというところなんですね。これはボトムスと靴がギリギリですね、触れるか触れないかぐらいの長さになっていまして、その結果、たわみが全くできないような長さになってるんですが、このノークッションというのはですね、今旬かというと、ピークはまあまあ超えた感じはするんですが、僕自身もノークッションすごく好きですね。ちょっとゆとりのあるような、スマートアンクルパンツだとか、そういったものなんかも、結局はノークッションぐらいを目指して作られていますので、ベーシックなんだけども、少し旬な感じがするというところで、これまたですね、使い勝手がいいかなと思っています。僕自身のボトムスも、ちょっと前までは、ノークッションに仕上げることも多かったんで、僕自身も見慣れていますし、まあ、やりすぎ感もなくて、足をすっきり見せることができるので、ノークッションもおすすめできる長さかなというふうに思っています。一方で今度はですね、長いところを見ていただきたいんですね。一番右側にあるところなんですが、この長さがあって裾にたわみが思いっきりできるようなもの、これはですね、正直 NG としてあげることが多いんですね。裾にたわみができすぎるとどうしてもですね、スマートに見えない、シャープに見えないので、おしゃれじゃない方がよくやりがちなミスとして僕もあげてるんですね。これは基本的には僕はおすすめしません。ボトムスのシルエットが崩れてしまいますし、あまりスマートに見えないので、この長すぎる状態は避けて、基本的にはハーフクッションにしてもらうか、もしくはノークッションにしてもらうのか、このあたりがベーシックで使いやすいかなと思ってるんですね。そしてちょっとここは複雑なんですが、無頓着オア最新トレンドと書いてありますが、これはどういうことなのかというと、最近ですね、おしゃれ上級者の間では割とですね、ボトムスの裾をですね、たっぷりと残すというのがちょっとブームになってるんですね。これが複雑なんですが、例えば分かりやすいところで言うと、僕はですね、日頃から様々なセレクトショップの店員さんの着こなしスナップみたいなものを見てるんですが、そういったものを見てみると、結構おしゃれな方はですね、裾たっぷりめにしてることがですね、増えてきたんですね。これはなぜなのかというと、結構おしゃれな人って、あえて逆張りをするということが少なくないんですね。まあ、ここ数年はですね、短めの丈にしたいだとか、ノークッションにしたいだとか、そういったボトムスをですね、ちょっと短めに仕上げるというのが、一つのトレンドとして定着していたんですね。そうなると、その逆を行くように、あえてちょっとこう、だらしなさを出したりだとか、ゆるさを出すという意味で、あえて裾をですね、クシュッとするような形が、一部のおしゃれな方の間で流行るわけなんですね。これはタイトシルエットとビッグシルエットの関係と同じように、一方が流行ったら、あえて逆を行くという流れが出てくるので、最近はですね、おしゃれ上級者の間では、あえてたっぷりめにしている方が少なくないんですが、これが似合う方というのは、ものすごく少数で、なかなか一般的には難しいかなと思ってるんですね。というのも先ほど言ったように、このたわみがある状態というのは、おしゃれが苦手な方がよくやってるところで、やぼったく見えるし、ちょっとしたダサいイメージみたいなものがあるので、これをですね、最新トレンドとして取り入れても、なかなか周囲が理解してくれないということが少なくないので、これはですね、やらない方が、まず間違いがないかなと思ってますし、すごくおしゃれ上級者の方であれば、あえて長くするのはいいんじゃないのかなというふうに思っています。これはですね、ケースバイケースというところで一応理解していただければなと思っています。そして、普通と長いの間ぐらいにあるようなワンクッションと呼ばれるもの。これはですね、靴を履いた時にボトムスのたわみがちょうど段になるようにクッションが入る状態ですね。これをワンクッションと呼んだりしまして、スーツスタイルなんかでもすごく定番的ではあるんですが、
ちょっと昔に流行ったなという感じなのがワンクッションなんですけども、最近は裾の長さをですね、短くするよりは少しゆとりを持たせるというのが全体的な流れとしてあるので、ちょっとトレンド感を取り入れたい方であれば、ワンクッションぐらいのゆとりを持たせてあげるのも、程よく旬が出せるのでいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、こんな形で裾の長さを一つとってもですね、様々な考え方があるんですね。ですので、皆さんにとって大切なのは、どのあたりを目指すかなんですね。まとめの部分に入るんですけども、下の星3つですね。ハーフクッションというのがですね、まさにど真ん中、定番的であって、あまり時代に大きく左右されないというところでは、すごく使い勝手がいいんですね。僕もですね、今までいろんなファッションのトレンドを見てきましたが、極端なトレンドというのは、長い目で見ると淘汰されるというところ、これはですね、一つの事実かなと思っています。先ほどお伝えしましたが、結構短めの丈の長さ、8分丈未満のものだとか、もっと前には7分ぐらいのですね、丈の長さが流行ったりしたんですが、そういう極端なものっていうのは、長い目で見た時には残らないですし、あとは極端に長い形というのも、一部のおしゃれ上級者の間では流行っていますが、それが一般化するということはほとんどなかったりするんですね。というのも、一般の人が見た時に違和感が強く残るものというのは、結果的には淘汰されることが少なくないので、それを考えると、ベーシックなハーフクッションというところにポジションを取っておくのが、まず間違いのない選択かなと思っています。そして、ちょっとトレンド感を漂わせたいなという方、僕は最近ちょいトレと呼んでいるんですが、そういうところを目指したい方だったら、ワンクッションを取り入れるのが僕はいいんじゃないかなと思っています。僕自身もですね、クッションをたっぷり取るというものはですね、あまりやらないんですね。というのも僕はスタイルが良くないので、裾にたわみを作りすぎてしまうと、よりスタイルが悪く見えてしまうので、あえてそこはやらないんですね。ですが、ちょっとトレンド感を出したいので、ワンクッションというところを僕は最近頼むことが少なくないんですね。このようにトレンド感を重視したいなら、ワンクッションがおすすめです。そして、少しトレンド感があって、なおかつですね、足をスマートにスラッと見せたいのであれば、僕はノークッションがいいかなと思っています。裾にたわみがない方が、やはりですね、足がストンと長く見えるので、そういった意味ではノークッションが鉄板かなと思うので、まあ第三者から見てスマートに見せたいという場合であれば、この長さがいいんじゃないかなというところで、人によって正解の形が変わってくるよというところを、ぜひ皆さん理解をしていただければなと思っています。で、この裾の長さなんですけども、店員さんにお願いすれば、間違いのない長さに仕上げてくれるかというと、これがですね、なかなかそうでもないのが難しいところですね。僕は普段ですね、動画の中で解説することが多いユニクロで、ワンクッションでお願いしますと言っても、伝わる方もいれば伝わらない方もいると思いますし、これはですね、店員さんによるかなと思うんですね。ですので、皆さんにまずお願いしたいのは、今回いろんな写真を出してますので、だいたいこれくらいがハーフクッションなんだなとか、一方でこれはノークッションなんだなというのを、皆さんのお手持ちのボトムスを見ながらですね、しっかりと理解しておくこと、ここが大切かなと思っています。自分の中である程度の理解がないと、店員さんにも伝えづらいかなと思うので、このあたりは今日の動画を参考にしながら、一つ目安としていただければなと思っています。一方で、セレクトショップの店員さんに、ハーフクッションだとか、ノークッションだとか、ワンクッションとお伝えしても、大体の方は理解できるかなと思うので、そういった点では、すごく安心感があるかなと思うので、丈の長さ、なかなか自分ではわからないという方は、セレクトショップで購入されるといいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてもう一つ大切なのは、合わせる靴によって、裾の長さもまた変わってくるというところなんですね。ソールの厚みだとか、あとはですね、甲の高さだとか、そういったものでも微妙に長さは変わってくるので、どの靴に合わせるのかというのも考えながら裾上げをしてもらうのが一番重要かなと思ってるんですね。例えば黒のスマートアンクルパンツにニューバランスを合わせたいという場合は、少しですね、甲が高くなっているので、ニューバランスのシューズを履いて、それに合わせて裾上げをしてもらうといいかなと思ってるんですね。このあたりもですね、意外と失敗しがちのところなので、必ずボトムスを買うときには、そのボトムスに合わせたい靴を履いていくというところ、そこも理解をしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、大人のボトムスの裾の長さの正解について、皆さんにですね、なるべくわかりやすく解説をしてみました。わかりやすい一つの正解というものはないんですね。あくまで様々な選択肢があって、皆さんの目的に応じて正解の形が変わりますよというところなんですね。
ここさえ理解していただければ、皆さんに適正の長さというのをオーダーしやすいかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながら、今後の裾上げ、試していただければなと思っています。こんな形でですね、これからもなるべくわかりやすくメンズファッションの基本を皆さんにお届けしていきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また皆さんのですね、ご意見だとか、皆さんの好きな丈の長さだとか、そういったところもですね、ぜひシェアしていただきたいなと思っているので、気軽にコメント欄も書き込んでいただければなと思っています。また、こちらのチャンネルではベーシックな内容をお伝えしてますが、もうちょっとトレンド感のある着こなしについて学びたい、知りたいという方はですね、僕のもう一つのチャンネルである、YouTube のメンバーシップチャンネルというもの、そちらの方をですね、ぜひ参考にしていただければなと思っています。週1回ですね、皆さんと一緒に交流をしながら、生配信なんかもやってますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。